セパ交流戦始まりますね。何が面白いのか。交流戦っていうのはね、交流戦というのは普段は見ることができない対戦が見られて、いつもと違う球場での試合が見られてしまう。交流戦っていうのはつまり誰だよ。いつもと違うってときめける、日本中に野球で元気を。日本生命はセパ交流戦を応援しています。バリエーションとしてちょっと強めに言いましょうか、はい、試しに分からないけど俺も、はい、それにつられて熊田さんもちょっと強めにしましょう。はい、はい、行きましょう。行きます。3番、はい、終わりました。はい、よーいスタート。セパ交流戦始まりますね。はい、カット。はい、いいですね。セパ交流戦始まりますね。はい、よーいスタート。あー、楽しみに。はい、カット。おっと、監督、はい、あのちょっとバリエーションとして一つだけトライしていいですか。いいっすよ。あの熊田さんはもうあの声は出さずにもう この動きだけにしてください。はい、はい、ちょっと一回それでやります。マリオさん、はい、よーいスタート。ああ、はい、カット。はい、受けていきました。こういう動きがあります。もうこのままでいい。普段見ることができない体勢が見られて、いつも違う球場での試合が見られて、セブンダブル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 うーせーんと止めて早く。もう熱演と言ってもいいでしょ。交流戦っていうのは普段は見ることができない対戦が見られて、いつもと違う球場での試合が見られて、すべてさささささささゆっくり喋って。くわーわーりゅうせーわーわかんないよって言ったら、なんかね、よくわからない人をやるんで、あの、要するに、交流戦ってな、つまりぐらいでも誰に。交流戦っていうのは、普段は見ることができない対戦が見られて、いつもと違う球場で、わかんないよ。交流戦っていうな、つまり。誰だよ。もっとゆっくり。交流戦ってな、つまり誰だよ。あの、繰り返しますけども、はい、もうすぐ55歳です。はい、よーいスタート。交流戦っていうのは、交流戦というのは、はい、カットします。ボルド、よーいスタート。交流戦っていうのはね、交流戦っていうのはね、おまっ、マルさん、はい、よーいスタート。
ゆっくり喋って。はい、カート。はい、ボールドライ。お疲れ様です。お待ちしてします。よーい、スタート。ゴールデンツラー。つまり。誰だよ。はい、カート。ボールド、すぐ前に入ります。オープン。はい、よーい、スタート。何が面白いんだか。カート。カート。上手、こっちですか。もう上手、下手で言われると一瞬緊張感が走る。お前何年やってて間違いないの。もっとゆっくり。はい、カット。あ、監督、いいですよね。よく見てて、こう、あの娘と見てて、あ、そうそうそうって、こう肩振って背の感じ、はい、っていいですよね。あ、いいですね。あ、ね、いいよ、いいですね。あ、飛んでるじゃん、飛んでるじゃん、ショート飛んでるじゃん、ショート飛んでるじゃん、あ、レフトも飛んでるじゃん、よし、悪い、レフト悪い、よし、何がホームランだ、何がホームラン、本当打った、打った、抜けた、帰ってこ、帰ってこ、一塁やる、岡林が入った、岡林、はい、プレーバックアサイ、まあ、そりゃそうです、高速王は分かる、はい、大阪では大貞治、はい、すげえ大貞治を知らない日本人に初めて会いました。はい、カット。 OK、 いただきました。はい、すみません、とりあえず今のカット OK です。ありがとうございます。熊田さん、なんかあの熊田さんの顔見えた方がいいかなと思ってて、あのなんか、あー、打った、ホームラン打ったみたいな、テレビ指さす感じ で佐藤さんの方を見て、そうと思った。よーい、スタート。おいっと、おいっと、はい、逆転、よっしゃオッケー。もうサヨナラホームランみたいな。あ、そうですね。サヨナラホームラン、もう最後のカットなんで。どれぐらいの動きは中腰ぐらいはある？ありですね。ありだよね。はい、あと、こう立つぐらい、立っちゃうともうカメラから外れるんですね。よーい、はい、スタート。タン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 。じゃあ打った。日本中に野球で元気を。日本生命はセパ交流戦を応援しています。日本中に野球で元気を。日本生命はセパ交流戦を応援しています。今日撮影している CM の解禁日が、5月の7日になりますが、5月の7日佐藤さんのお誕生日ということ でお祝いのケーキ本日ご用意させていただきました。そうですか、ありがとうございます。いいですね、ありがとうございます。あんまり誕生日という実感は正直ないけどね。
2ヶ月も前。でもありがとうございます。あ、会議日5月7日なんですね。あ、はい、すごい、うん、いい日になります。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いきまいます。もうちょっといきます。最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。まあまあまあ、そうですね。ありがとうございます。参ります。ワン、ツー、スリー。もう一枚いきます。ワン、ツー、スリー。最後の1枚です。ワン、ツー、スリー。ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみに次の年の抱負を、いつもと違うセパ交流戦にふさわしく、いつもとは違う誕生日で、より一層この1年を充実したものに、しようというふうに、そんなには思っておりませんけれども、いや、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に予想外だな。昭和の親父としてはですね、やっぱりそのプロ野球っていうのはね、まあ、もちろんもっといろいろスポーツ多岐にわたっていろいろと反映してほしい、反映っていうかしてほしいんですけど、やっぱり昭和の親父としてはプロ野球をよく見せて、たのでね、でまあ、もちろん僕が若い時は交流戦ではなかったですけど、 CM に起用されたのは素直に嬉しいと思いましたよ、はい、そうですね。私も昨年末からすごく野球に興味を持ち始めて、ちょうどいろんな方に聞いたりとか勉強してたところでのこのお話だったので、すごく嬉しかったです。でもなんか今日佐藤さんと飯沼さんと撮影して、うん、より佐藤さんの野球熱がすごかったのを見て、うん、もっと勉強したいなってお会いしてすごく感じました。野球を知らないこの、まあ、若い女性が一生懸命野球を分からないなりに説明する姿っていうのは、やっぱり親父、昭和の親父からしたらもうズキュンとくるんですね。かわいい、なんか、はい、でこれを起用していただいたのをきっかけに、きっかけに、はい、今年行きたいです。本当にそう思ってる。思ってます。思ってますか。思ってます。うん、じゃあ野球観戦は本当面白いから、うん、マジでそのやっぱりね、何万人っていう人がね、うん、その一堂に会することってあんまりないじゃないですか、うん、わーって熱狂するのってやっぱりその渦中にいると面白いよ、うん、やっぱね、うんうん、それも僕に対する愚問以外の何もんでもないじゃないですか。何もんでもにゃいじゃないですかって今言っちゃったけども、いやいや、まあ、じゃあ私は言いますけど、それはもちろん知ってます。僕ら俳優やってて、やっぱりスポーツのグルーヴ感にはちょっとね、嫉妬するというか、やっぱツーアウト満塁でガーンホームラン打ってガーン客と一体になってうわー、うん、ああいうグルーヴ感はね、なかなか役者にはないんで、もちろん役者はそれはそれで魅力がありますけど。実際佐藤さん、スタジアムにもこう観戦を行かれたことある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 。交流戦もね、俺ね、中日のファンだから、もう野球が全く興味がない妻と何年か前の交流戦見に行ったよ。千葉に、中日と千葉マリロッテマリーンズの、うちの妻はね、全く野球に興味がなくて、一番妻が盛り上がるのは一緒に見に行って7回 の、 マスコットが出てきた時、俺が見た時は神宮見に行ったから、つば九郎に一番盛り上がってた。熊田さんはスパ交流戦を実際見たことはある？ないんです、ね、ないですか。じゃあぜひぜひ、本当に普段見れないような戦いが見れますから、セ・リーグとパ・リーグが戦うっていうね。飯沼さんはどうですか？コマーシャル知ってました？セカパカセパセパ交流戦ってやついうコマーシャルを知ってた？コマーシャル知ってました。で、どういうものかは、そうですね、企画書みたいなの読んで、あ、普段対決することのないチームが対決するんだ。それは今回だよね。今回の企画書を読んでってことですね。あ、そうです。今回の企画書を読むまではどうでした？そうですね、コマーシャルだけいいね、正直でいいね。だってさ、はい、いやでもいい機会、いい機会、いい機会だな。いい機会をいただいてよかった。本当に見に行きたいって思います。いやいや、そうそう、いや本当に楽しいと思うよ、うんうん。やっぱり野球に詳しい方と一緒に、じゃあ俺と行こう、うん、妻には内緒に住んで、今なんかなんとなくこっちを見ちゃったんですけど、でもなんか解説しながらと言いますか、説明しながらと言いますか、なんか教わりながら、まずはちょっと生で見てみたいなって、うん、私それ言われたらものすごい解説しますから私は
去年の夏頃ぐらいから確かなんか野球にハマったって言ってた友達がいて、うん、そうなんですよ。だからあのその子とよく遊ぶので、ちょっと今年これを機にセパ交流戦見に行きたいなって思いました。連れてもらえばいいじゃん、その友達に、うん、なあ。一緒に。多少ね、あのまあ打ったらどっち走るかは知ってんだっけ？一塁。一塁。あ、それは分かるんだ。はい。え、なんですね。あ、そう。あ、分かった。じゃあでも多少やっぱり説明してくれる友達がいるとね、いいわね。そうですね。な、うん、うん、いいじゃないか。それこそあの野球でしたね。だから本当にこのお話もらった時に、あの事務所のスタッフの方とマジでみたいな感じで、いやーやったーみたいな感じで、なんか誰か聞いてたのみたいな感じだったんで、サガのホームラン出たぐらいのテンションだね。そうです。だから本当にリアル野球ですね。本当に持ち始めたばっかり。そうだよね、本当にそう言ってたもんね、熊さん聞いたら。最近ちょっとすごく興味があるんですって、はい、今までそれまでスポーツあんまり見なかったので、はい、車にちょっと興味を持ち始めた。運転っていうんですかね、うんうん、ちょうど今教習所通ってるんですよ、うん、あ、そうかね。そうです、今第一段階もうすぐ終わるぐらいで、多分 CM 放送されるぐらいに撮れてればいいなぐらい。なるほど。5月頭、うん、私これ解禁になる5月7日に私ちょうど55歳になるんですけどね、うん、あのちょっと趣旨とは違うんですけど、まあいろんなところで言ってるんですけど、ちょっとあの映画の撮影で監督からちょっと減量してくれって言われて、うん、今54で生まれて初めてのダイエットなんですよね、本当に、うん、で54にして初めてやることで、いざ初めて見て熱中すると本当にダイエットが頭多く占めるんですよね。今の俺のところ別に使えねえなと思いながら聞いてたんじゃない、大丈夫ですか？とりあえず笑っとくんです。もう完全に僕はもうそれはいつまで、あの今ですね、うん、やっぱこの若い女性2人に、リンカと愛にときめいてるということですから、ね、ナウナウときめきであるということを答えておきます。さあ、お二人は。スーパーですね。あのいつも家から徒歩2分ぐらいのところにあるスーパーに行ってたんですけど、うん、なんか家から徒歩まあ10分弱ぐらいのところのスーパーに行こうと思って行ったら、なんかいつも行ってるスーパーとは品揃えがすごい豊富で、こんなものもあるとか、あ、これはこっちの方が安いとかなって、こっちもやっぱ頑張っていったらいいなと思って、なんか ときめきました。俺もね、スーパーのね買い物って結構なんかちょっと上がるんだよね。ああ、わかります。まあ俺の場合はお酒好きだから、お酒のつまみにこれを買おうとかっていうようなことだけど、やっぱ家族でスーパー行くのってすごい楽しいんだよね。だからそのときめきは分かります、うん、いつもと違うスーパー行ったわけだ。そうなんです、うん、私もでも食べ物系なんですけど、なんかチェーン店とかで食べるご飯ってもちろん味付けが絶対的に同じじゃないですか、絶対一律して、うん、だけどたまにすごく自分好みの味付けの時があるんですよ。同じ、まあ、チェーンで。あ、そうですね、味ソースの味が今日濃いなとか、そういう時にすごくときめきます。ときめくんですか。まあ私はもう本当に晩酌が唯一の趣味ですからね、交流戦とかも晩酌をしながら見るというのを今から楽しみにしております。でも食べることやっぱりすごく好きですね。なので、そうですか、はい、うん、結構落ち込んじゃった時とかはケーキをこうワンホールとか買って、その箱から開けてそのままつついて食べるのとかが幸せな時間です。一緒です。あ、一緒ですか。あ、私もそうですね、食べることですね。甘いものですか。そうです、何でもご飯、炭水化物とか甘いものとか、うん、まさか買ったりして、でも結局やっぱ食べて落ち込んじゃう時もあるんですけど、あ、食べ過ぎちゃったっつって、そうなんですよ、良くないなと思いつつ、なんか、うん、まあいいじゃない、美味しいもの食べるのはいいことだよ。そうですね、ね、うん、だから食べることですかね、はい、
おお、ドキドキする。おじさんドキドキするな。何を聞かれるんだろう。やめて、それは聞きやめ。私の質問はこちらです。初対面の方と仲良くなる方法はありますか？はい、やっぱりね、呼び方、人の名前の呼び方、やっぱり、もちろん熊田さん、飯沼さんっていうふうに呼ぶんだけど、まあ、感激を見て、隙を見て、凛香ちゃん、愛ちゃんの方が心の距離は近、ちょっと近くなる。そうです。呼ばれた人が不快に思わない範囲であれば、あの呼び方でいろいろと心の距離がね、対人ストロークといったものが、縮まったりっていうのはなかなか面白いなとは思いますけど。うん、はい、血の悩み相談は、うん、自分の出演している作品は見返しますか？あなた字上手だね。本当ですか？綺麗な字。いや、見返しますよ。見ますよ、やっぱり。なんかそれ勉強のためにというか。勉強、まあ、いや別にあんまり、ただ気になるじゃん、その作品全体でどういう仕上がりになったか、どういう編集になったかっていうのは気になるから、見返しますよ、やっぱり。なんか自分は割とこう、自分だからあんま直視できない。ああ、それも分かります、それも分かります。こうやって反面にしながら。反面にするこうやって、こうやって頑張って見て、頑張って、いや、見たいと、見たいなら見ればいいよ、見たくないなら見なきゃいいよ。いやいや、そうですよ。私が、お二人のお嬢さんに、熊田さん、飯沼さんに聞きたいことはこれです。何歳からおじさんですかという、これはもう本当に気になる。あの、これ見てるご同輩はみんな気になると思う。遠慮なく本当の本心を答えてください。リアルに、リアルに半分って考えて50です。55。それおかしい。俺が55になるってこと知っててくれるんでしょ。いや、なんかそんなわけないでしょ。もっと下でしょ。いや、でも40はないですね。50から40。おじさんじゃないですか。最近本当にスタッフさんとかでも年、その年齢聞いてびっくりする。若く見える人、はい、まあそれはそうですね。子供業界は特に多いですよね。そうなんです。おい、ご同輩、ちょっと希望の光が見えてきたな。55だってよ。50、20歳の女性がおじさんって思うのは、ガッツポーズ取ってる親父たくさんいると思うよ。もう私に対するこの質問もう愚問と言ってもいいぐらい。なぜならどんな交流戦だって見たいからですけども、まあこれ確かに見たいなと思ったのはこれです。選手の皆さんに小型マイクを。見たいかも。多分あの、例えばマウンド上でピンチで、あのピッチングコーチあるいは監督が、内野手が集まった時とかみんな話してるじゃん。あの話みんなね、敵に聞かれちゃいけないからグローブをあの割とこう、こうやるんですけどね、あのこうやって話したりするんですけど、あの、まあ、監督なんか普通に話しててあれ何言ってんのかなっていうの気になるんですよね。で意外と「ちょ、このままこれ終わったら焼肉屋行こうよ」とかそういう話をしてるんじゃないかなとか。例えばヒットやフォアボールでランナー一塁出て、一塁手となんかちょっと話したりしてる時あるじゃない。ああいうのもちょっと聞いてみたいなということでこうしました。私がこんな交流戦だったら見てみたいと思ったのはこちらです。高校生大学生チームも参戦。これでも確かにさ、ちょっと俺も興味あるな。正直ものすごく調子が悪い時ってやっぱりどのチームもいい時もあれば悪い時もあって体験してると思う。どのチームのファンもね、セパ関係なく、すごく自分のひいきのチームが弱い時、強い時もあるんだけど、すごく弱い時、あれこれ甲子園で優勝したチームと戦って勝てるかなって思う時があるんですよね。そういうのをちょっと実現。あの学生の時にご活躍されてる方とかいっぱいいらっしゃるじゃないですか。だからなんか余計にもし混ぜてみたらどうなるんだろうっていう、ちょっと。ただね、これはもうね、選手の方々の、まあ、あの名誉のために言いますとですね、まあ、なんで私が言うんだって感じなんだけど、おそらく今ちょっと、まあ、冗談半分でそう思うくらい弱い悲しい時があるっていうことを言いましたけど、多分高校生大学生もう多分もう頂点とやってプロ野球で、まあ、残念ながら最下位のチームでやっても圧倒的にプロの方が強いと思いました。それぐらいプロとは甘すぎる。すごい、すごいですね。いいですか。いいよ。こんな交流戦だったら見てみたいのは、
ホームラン打たれたら椅子に電流が流れる。ごめんごめん、ね、ホームラン打たれるのピッチャーってピッチャー椅子に座ってないから。あ、違います、あの客席です、観客。なんでホームラン打たれたら観客が電流攻めに合わなきゃいけないの？A チームを応援してて、B チームを応援してて、 A チームがホームラン打たれたら B チームはクソってなるじゃないですか。A チームがホームラン打たれたら A チームが、じゃあまあ A チームがうわーってなるときに B チームはこうなる、 B チームこうなるから、その罰ゲームみたいな感じでビリビリみたいな、そのスリリングみたいな。あのごめんなさい、この子の話は忘れてください違う、なんか結構、いいじゃないですか。そんな見てみたい、でもほんでウェーってなってるのを見てみたいとか言ってみたいみたいな。じゃああなた電流椅子、確かに流れちゃう、電流流れちゃいますよ。やってみたいみたいになりません？なんかうわーとひゃーみたいな、なんかうわーうえーみたいな。いやごめんなさい、本当何を言ってるか全然わからないんですけどまあまあ、うちの妹がすいません、うちの娘が